こんにちは、ダイスです。今回はポケモンホームを経由して移動できるようになったガチグマのレイド用ガチグマ作っていこうと思います。ガチグマのいいところは腹太鼓を覚えること、そして特性根性もあるのでリングマのように攻撃力強めで運用することが可能です。プラスで技がだいぶ多様なので、いろんな技構成で使えるような汎用型で作っていきます。ただガチグマ自体が進化できるのが現在だとレジェンズアルセウスのソフト内のみになってしまうので、ここだけまあデメリットというかマイナス点かなとは思いますが、ホーム経由で翡翠のポケモン連れてきてるよっていう方はレイド用の育成楽しいのでやってみてはいかがでしょうか。はい、持ってなかったっていう方も交換とかでね、実は入手できたりもしますよね。ポケモンホームから連れてきたポケモンたちに関しては育成する前に基本的には努力値を1回リセットしてかけ直してあげるっていうことが必要になりますので、今回の動画内ではそんな感じで、まあ、努力値リセットをやった方がいいよっていう内容も盛り込もうと思います。ということで早速ですね、育成するガチグマ見ていきましょう。私の子はこの子を使おうと思います。これ色違いの個体になるんですけど、レジェンズアルセウスで遊んでた時にレベル77まで育ってたようです。でこの個体なんですけど、さっきお話ししたように今特性が防弾になってるんですが、通常特性防弾と根性の2種類ありますので、特性カプセル売ってるやつで交換してリングマみたいな育成ができます。まあ、ザングースだと毒暴走とかで毒玉を持たせて同じような感じで使えるんですけど、腹太鼓からの残り3枠もう本当にがっつり火力を上げて使えるポケモンになってるので、多分ねかなり使いやすいと思います。まあ、どっちかっていうとリングマには近いかなとは思うんですけど、リングマよりも元々の能力値がいいんですよね。リングマだとノーマルタイプだけっていう風になっちゃいますけど、ガチグマはノーマルプラス地面タイプになってるので、このねぶちかましっていうのがタイプ1でできます。これがかなりいいところです。地面技でがっつりかけるっていうのができますし、まあ、もちろん地震も覚えるので地震でもいいんですけど、どっちかって言ったらね威力120の物理技でがっつり攻めた方が生きやすいという感じです。そして今これレベル77までで覚える技で出してるんですが、技マシンからの技もだいぶ多様にありますので、いろいろ入れられるようになってます。暴れるも覚えるのはいいですよね。動画の流れとしては性格補正と特性の変更、通常特性への変更ですね、プラスでその後は努力値振り、まあ、準備もしながらやっていきます。そしてすごい特訓とプラスレベル100まで育てて、で最後は持ち技とか持ち物、基本的なもので今回はお話ししていこうと思います。性格は意地っ張りにしていきます。意地っ張り以外だったら意地っ張りミントで補正できますので使っていきます。私も意地っ張りじゃないんでミント必要なんですけど、手持ちにいっぱいあるのでそれですね。で特性は防弾だったら特性カプセル、ラッキーズに売ってるこれを使って通常特性のもう一つの根性に変えていきます。なぜか特性カプセルはレイドたくさんやってるって方だといっぱい持ってると思いますので、簡単にねまあ、なくなっちゃうから使いたくないっていう風にはならない道具ですので使っちゃいましょう。防弾でもねいいと思うんですよ、技の構成的には。なんですけど、まあ、せっかくなのでね根性持ちにして、後々まあ技構成変える時には多分火炎玉じゃないものを持たせていくと思うんですけど、基本でやるので今回は根性です。火炎玉持ちじゃなくて腹太鼓使いのまま他の技入れるっていう時でも別に持ち物的には、まあ、何持たせるのがいいのかはちょっと微妙なんですけど、ドレインパンチとかも覚えるんで結構ねやりやすいんですよ。なので今回は汎用型で作ります。汎用型なので努力値は HP184、 攻撃に252で残りを特防に72振っていくという感じです。 HP は火炎玉も持たせることを想定して 16N-1 に調整してあります。このね 16N-1 っていうのは
毒ダメージとか火ダメージ負った時に長生きするようにっていう感じですね。で、HP と攻撃特防を努力値振りをしていくので、ポケモンで振る場合にはパワーウェイトとパワーリスト、パワーバンド、この3種類が1つずつあれば OK ですので、持ち物の中に持ってるよっていう方は買う必要はありません。まだ持ってなかったっていう方はデリバードポーチで買えますので買っていきましょう。はい、努力値を振る前の準備です。ホーム経由だったらもう基本必須になりますが、スカーレットバイオレットは木の実を使って努力値が避けられますので、木の実でいらない努力値を全部リセットしていきます。現在の子はですね、微妙な振り方されてますよね。これスカーレットバイオレットの端末で遊んでないんですけど、努力値の概念がなかったレジェンズアルセーフだと適当に多分振られてるはずなので、これを消していく作業をします。消すためには木の実の中から、まあ、下の方から探す方がいいんですけど、こんな感じで説明文に基礎ポイントを下げるって書いてあるものが努力値を下げるときに必要な木の実になります。名前覚えなくてもこのね説明を見てればわかるようになってますので、すべての努力値 HP、 攻撃、防御、特攻、特防、素早さの6項目を全部消してから始めてください。じゃないとね、変なところに努力値振られちゃったりします。逆に250にマックスまで振るって決めてるところは残すといてもいいです。なんでかっていうと、キラキラマークがつけば250にはマックスまでなので、まあ問題なく振れます。ただ、まあ、ガチグマの場合は攻撃250にまで上げるんですけど、動画でやるので私は全部消してるという感じになってます。ちなみにガチグマは無理なんですけど、剣盾のソフトを持ってる方で、剣盾に動かせるポケモンに関しては、鎧の孤島の多分海のとこだったと思うんですけど、真っ白お姉さんがいると思います。努力値無効で消してまた動かしてくるっていうのもできますので、やってみてください。消し終わるとね、こんな感じです。何もないっていう状態になります。はい、この状態で努力値は振り始めるように基本的にはしていきましょう。今回の動画では努力値振りは小さじの小道で振るバージョンとパルデアの大穴で振るバージョンの2種類をご紹介していきます。どちらか選択してやってみてください。基本的にどちらにせよ途中の特防までは一緒になるので、小さじの小道からパルデアの大穴で努力値振る場合もスタートします。こっちの方がやりやすいのでおすすめです。ということで移動します。はい、小さじの小道移動してきました。一番最初に今回特防の努力値を振っていくんですが、そこに関しては小さじの小道バージョンでもパルデアの大穴で努力値を振るバージョンでも共通になります。まず特防ですので、パワー系アイテムは特防のものを持たせます。特防はパワーバンドです。これをガチグマに持たせておきます。小さじの小道の時はガチグマ自体に倒してもらって大丈夫です。特防は72、どちらも共通になりますが、パワーバンドを持たせた状態で羽根っこを8匹通常バトルで倒していくと振り終わりますので、やってみてください。ちょっと説明すると、羽根っこ自体を1匹倒すと努力値が特防1が振れます。でパワー系のアイテムって言われてるパワーなんちゃらっていうのを持たせることでプラス8振れるので、持たせた状態で羽根っこを倒すと1匹倒せば9努力値が振り終わります。なんで9の努力値なんで、羽根っこは持たせて8匹倒せば72が振り終わるという計算になってます。はい、これで8匹目終わりました。ここまではどちらも共通になります。で振り終わりどんな感じか確認しましょう。数字は出てないんですけど、これぐらい振り終わりますね。はい、暴れるを今回使ったので 10-8 で残ってるのは PP は2っていう感じです。 PP で、まあ、一発で倒せれば数数えるの結構簡単なんですよね。続いては特防は終わりましたので、パワー系アイテムを持たせ替えます。パワーリスト、パワーリスト、この赤いやつは攻撃が高く育ちやすくなる道具です。まず小さじの小道で努力値を振る時のやり方からご紹介していきます。
持たせる道具は、まあ、努力値に関してなんで同じになりますが、小さじの小道で努力値を振る場合にはパワーリストに2回目持たせ替えてヤングースを28匹倒していきます。先ほどちょこっとお話した計算方法だと、ヤングースは努力値1です。でパワー系のアイテム持たせればプラス8で1匹で9努力値が振れます。でパワーリスト持たせているのと、ヤングースは攻撃の努力値が振れるものになってるんで、 9×28匹を倒せば攻撃250に全部振り終わるという計算になってます。ヤングースに関してはストーリー一番最初に伝説のコライドン、ミライドンと出会った洞窟のところにいますので、ここにいる個体で倒していきます。もちろんレッツゴーでは努力値振れないので、通常バトルで倒すようにしましょう。こんな感じでパワーリストを持たせた状態でヤングースを28匹倒し終われば252の努力値すべて振り終わりますので、やってみてください。28匹ヤングースを倒し終わった後はまた次の HP の努力値を振らないといけませんので、持ち物を持ち替えていきます。ここからがちょっと面倒くさくなるので気をつけてください。持たせる道具は HP 用のパワー系アイテム、パワーウェイトです。緑のやつですね。この HP が高く育ちやすくなるって書いてあるパワーウェイトを持たせて、この状態で HP に対応するポケモンを倒しに行きましょう。HP は小さじの小道の場合はグルトンになりますので、今いるところから一度灯台に飛びましょう。パワーウェイトありでグルトンを倒していくと努力値が振れていきますが、今回 HP184 で止めておきたいので、パワーウェイトを持たせた状態でグルトンを20匹倒して、その後パワーウェイトを今持たせているものを外して、外した状態でグルトンを4匹倒してください。そうすることでちょうど HP184 になります。なんで持たせたまま倒しちゃいけないのかっていうと、 HP の努力値の数がずれてしまうと 16N-1 って言われている数に HP の最終がいかなくなりますので気をつけてください。まあ、気にしないっていう方は別にいいんですけど、今回は気にします。はい、続いてです。パルデアの大穴バージョンです。特防70に振り終わったタイミング、ここからパルデアの大穴に移動して攻撃と HP の努力値を振っていきます。なんで特防は小さじの小道で振るのが一番ベストですね。なんでかっていうと、まあ、振りすぎると他のね攻撃 HP 振るときに努力値入らなくなっちゃうので、ぴったりできるから小さじの小道がおすすめっていう感じですね。移動してきたらガチグマの持たせてる道具を入れ替えましょう。パルデアの大穴でも HP からじゃなくてパワーリスト持たせて攻撃から振っていく方が楽ですので、そうしてください。そしてパルデアの大穴に入る前に持ち物を持たせてからご飯を食べていきます。なんでピクニックしましょう。パルデアの大穴で振るときに限ってはご飯食べてから行った方が出現してくるポケモンの数も多くできますので、やってみてください。ご飯を食べるときに材料使うんですけど、材料はその辺のお店で全部買えるものになってるので、ないなっていう方は買ってみてください。攻撃用はレタスプラスマスタード、これだけです。どちらもテーブルシティでも売ってたりいろんなところに置いてあるので、このご飯を作るのが一番安く済むし効率がいいという感じになってます。マスタードレタスのサンドイッチ、リアルで食べたら辛いでしょうって思うんですけど、まあ、ポケモンの世界だとこのサンドイッチを食べることで効果として遭遇パワー岩がつきますので、食べてあげてください。攻撃は努力値振るときにはパルデアの罠にいるルガルガンを倒していくので、岩の遭遇パワーをつけたという感じです。そして小さじの小道は気にしなくてもいいんですが、パルデアの罠にいるポケモンたちはレベルも高いし HP も
たくさん持ってるポケモンが多いので、レベル100で育成済みの強いポケモンを使って代わりに努力値を振るために倒したいポケモンを倒してもらうといいです。手持ちに努力値を振りたいって思っているポケモンがいれば、みんな努力値振れるようになってるので、今作はすごく楽に努力値が振られるようになってます。これ前作までは確か違ったんですよね。移動先は第3観測ユニットです。第3観測ユニットを出て左手に行くと、ルガルガンとかラッキーが出てくる洞窟があるので、そこにいるルガルガンを倒していきます。パルデアの罠の場合は攻撃252を振るためにパワーリストを持たせてルガルガンを26匹倒せば全ての努力値が振り終わる計算になります。ルガルガン自体が攻撃の努力値プラス2振れますので、パワー系のアイテム持たせてプラス8なので1匹で10振れます。なんで26匹っていう計算になってます。先ほど先にエピクニックでご飯食べたので、岩タイプのポケモンが出やすくなってるので、簡単にルガルガンも見つけられますし、サクサク努力値振れるようになってるのでやってみてください。もちろんレッツゴーじゃなくて通常バトルで倒していきましょう。はい、ルガルガン26匹倒し終わりました。そうするとガチグマの努力値は攻撃がキラキラマークについていて、252マックスまで攻撃に努力値が振られている状態だということが分かるようになってます。これで攻撃の努力値は完了です。続いて残っている HP の努力値を振っていきましょう。HP の努力値に関してはラッキーを倒すと振れるようになっています。で、今のままだとルガルガンは出やすくなってるけど、ラッキーノーマルタイプのポケモンは出にくく逆になってしまってるので、ご飯食べ直します。再度ゼロゲートに移動して、持ち物も今現在持っている攻撃用のパワーアイテムから HP 用のパワーアイテムに持たせ替えましょう。持ち物を変える、まあ、しまって変えてもいいんですけどね、変えるができるんで変えるにして、パワーウェイトが HP 用なのでこれを持たせ替えます。はい、これでガチグマがパワーウェイトを持ちました。この状態で先ほど食べたご飯とは違うものを食べていきます。今回食べる HP 用のご飯に関してもレタスは使うようになってます。本当にお金がかからないご飯になってるので、すごくねやりやすいと思います。はい、同じくレタスとマヨネーズです。今回はマヨネーズを使って何でもいいのでピックを選択しましょう。このレシピ視聴者さんから教えてもらったんですけど、本当にねレタス安くていいんですよね。ちょっとやらかしましたね。ラッキー呼びたい、ノーマルの遭遇パワー欲しい時にはレタスは2枚です。ちょっとやらかしましたが2枚です。はい、ということで2枚のレタスで作ったので、これで遭遇パワーノーマルがつきました。レタスね3枚にしちゃうと遭遇パワー格闘になるので気をつけてください。これ視聴者さんに本当教えてもらって、めちゃくちゃ楽に私は育成できるようになりました。皆さんも使ってみてください。実はね他のタイプにもレタスが使えるよって言っていろいろ教えてもらってたりします。ありがとうございます。はい、次です。パワーウェイトを持たせてラッキーを18匹倒して、パワーウェイトを外してない状態でプラスで2匹を倒して184を振っていきます。場所はルガルガン倒したところと同じ洞窟の中にラッキー出ますので、この方法で184ぴったり振るようにしましょう。で、今回ですね間違っちゃった、ちょっと振りのおかしいなっていう時に修正するやり方もやっておきたいなと思ったので、私わざとラッキーは全部で HP の努力値182しか振れなかったっていう感じの振り方をします。わざとやります先にお話ししときます。わざと HP の努力値が若干足りないように振りますので、この後そこの修正もやっていきます。はい、ということで宣言通り若干足りないように HP を振りました。この
ガチグマレベル100が足りない、 HP の努力値が若干足りないものになってます。これね、これが足りないです。今レベル100で HP ちょっと違いますよね。どっちも今違うんですけど、この下の段にいるガチグマに関しては184ぴったり振られてるような状態です。もう一回見ますか。ちょっと HP 違いますけど、努力値が2匹とも若干違う、 HP だけが若干違うような状態です。はい、この状態ですごい特訓をしていきましょう。なんでこれするかっていうと、視聴者さんからのコメントで努力値って修正微調整どうしますかっていうお話とか、あとは努力値って必要ですかっていうコメントの質問がね結構あったんですよね。なのですごい特訓の前に分かりやすくなるような動画が撮りたかったんで、ついでにやっちゃいました。はい、次はすごい特訓をしに、まあ、銀の王冠をデリバードポーチでない人は買って移動しましょう。移動先はフリッジタウンです。すごい特訓のおじさんがいるので、ここで基礎っていうところのポイントが鍛えられている子に変えていきます。まあどういうことかっていうと、銀の王冠とか金の王冠とかを使ってポケモンをすごい特訓で特訓してもらうと、あの基礎体力みたいなものが上がると考えてください。結構ねこれも聞かれたんですけど、どういうことなのかっていうところですよね。どういうことなのかをちょっとこれもねやっていこうと思います。本来は特攻いりません、なんですけど今回は比べたいのでここも上げます。はい、比べるために特攻入れましたが、皆さんは特攻以外の5箇所で大丈夫です。そう、ポケモンのね面白いけど難しいところでもあるんですよね、努力値って。はい、これが鍛えた子です。はい、すごい特訓5レベル100にすると HP が本来は447、攻撃が416、防御246、特防214で素早さ136になるはずです。なんですけど今 HP が数字違いますよね、ここだけ違うと思います。今ガチグマの HP は445になっていて、あれ HP に足りないじゃんっていう風になってると思います。これなんで起こってるかというと、私が先ほどちょっと言いましたが、わざとわざと努力値をラッキー1匹分だけ抜いているからです。はい、ここ微調整するためにはっていうところです。羽を使って1ずつ上げていきます。これね結構あるんですけど、間違えちゃった、レベル100になった時にこの数字になってないっていう時の微調整方法です。他にもレイド用のポケモン育成動画出してるんですけど、たまに皆さんからあれ数字違うんです、こんなに上がらないですっていう風なお話聞かれるんですけど、そういう時には足りない時は羽を使って後々調整してあげます。はい、1増えましたね、羽2個使ったら446になりました。こんな感じで微調整可能です。なので全部もう一回消さないとっていうわけではないです。あの木の実使って消してもう一回努力値を振るっていうの本当にめんどくさいので、1から振らなくてもプラスだったら誤算範囲なので調整できるよっていうお話をしていこうかなと思って今回撮ってます。ちなみに木の実を使うとマイナス10努力値が消せます。なのでなんかちょっと多いんだけどっていう時にも木の実を1個使って、その後羽で微調整ってやっていくと、でもし私じゃなくても他の配信者さんだったりとか SNS とかであのレベル100のポケモンを作ってる人いるから、これと同じ子作りたいな、努力値いくつだろう、あれずれてるなっていう時にも使える技になるので、ぜひ微調整やってみてください。こうやって微調整していくと、あ、同じになったっていうところが出てくるはずです。はい、あともう一個だね、447にしたいので羽を多分もう一個使ってあげるとなると思います。これが努力値の微調整方法です。木の実ガン使いしてゼロまでしてから
振るのってめんどくさいんですよ。なので羽調整しっかり447になりました。この方法を使ってみてください。はい、ということで微調整の方法もやってみました。なんか盛りだくさんの動画になりましたね。次です。本当にこれで合ってるのっていうところの答え合わせですね。もう一匹作った、本来振りたかった努力値を全部ちゃんと振ってあるガチグマも育成してみます。プラスで先ほど特攻もすごい特訓しましたけど、今回は特攻はすごい特訓せずで作っていきます。これもね、すごい特訓って何が良くなるんですかってコメント結構もらってたので、今回の動画にですね入れ込みました。はい、じゃあ見てみましょう。注目するのは特攻の数値です。ほら違うでしょう、他は一緒なのにこの数値がすごい特訓をしたかしてないかの数値です。これ元々の個体が最高がついてればすごい特訓と同じなので113まで上がるんですよね。基礎値っていうところのポイントになるんですけど、ですごい特訓しないと80っていうことで、その差が銀の王冠を使ったすごい特訓になるので、ポケモンをレイド用で使いたいとかランクマッチで使いたいっていう時には必ずすごい特訓をして、ポケモンの元々のモチベーションというか元々の基礎を上げてあげるようにしてください。そうしないと、まあ、弱いままっていう風に考えてもいいと思います。続いて持ち技に関してです。技構成いろんなの作れるんですけど、ぶちかましは入れておいた方がいいと思います。なんでかっていうと、腹太鼓してからのぶちかまし地面タイプの技ってかなり強いのでおすすめです。他なんですけど、火炎玉を持たせたいっていう想定だったら、今暴れるが入っていますが、技マシンでカラー元気が入れられるポケモンになってるので、火炎玉を持たせて威力2倍で打てるカラー元気、もともと70なんですけど2倍で打てますんで140で打つことが可能です。これね、やけどとか麻痺とか毒の時に2倍になるこのカラー元気はリングマも持ってる技なので、まあ、リングマで運用するからガチグマは違う技がいいかなっていう方は暴れるの方がいいと思うんですけど、火炎玉持ちで作ろうっていう方は暴れるよりはカラ元気の方が威力が高くなるので、こちらの方がおすすめという感じになってます。ここに関しては持たせるもの道具によって変えるところです。今回は、まあ、火炎玉持ちで一回作ろうかなと思ってるのでカラ元気入れておきます。はい、また運用ができるので流用するときに火炎玉じゃなくて違うものを持たせたいなっていうときは、私はカラ元気じゃなくて暴れるに入れ替えます。その枠って感じですね。はい、ですが今回は火炎玉持ちに一回作ろうと思っているのでカラ元気です。火炎玉持たせないときは暴れるだよっていう風に覚えてもらえたらいいと思います。でその他です。その他実はですね、ガチグマはドレインパンチを覚えます。なんでドレインパンチは入れておきましょう。ダメージも与えつつ自分の自己 HP を回復するドレインパンチはかなりいい技です。リングマはね覚えないんですけど、ガチグマは覚えるんですよ。なのでこれがかなり強みと思います。もちろん火炎玉を持たせてる個体でも癒しのエールだと火傷消えちゃうんですけど、ドレインパンチは火傷消えませんので HP 回復しながらカラ元気連打っていうのも可能になります。なのでまあどちらも共通にですね、火炎玉持たせてなくても火炎玉持たせててもドレインパンチはいい技なので入れておきましょう。まあ基本はこれかな。で眠るっていうのが今入ってる枠を私は腹太鼓に変えようと思ってます。で他にもね、本当に今持ってる技マシンだけなんですけど、いろんなタイプの技を覚えるんですよね。物理技だったら、腹太鼓してから打ちに行けますので、タイプ1じゃなくてもかなり強いです。なのでいろんな技を有料できるという汎用型にしてある
のでやってみてください。なんで汎用型かっていうのもちょっとお話しするのも忘れてたんですけど、特防値を200以上にしました。はい、ある程度受けるし、ある程度こちらから HP 回復しながら打ちに行けるという感じです。カイナ、鉄のカイナと比べてもらうと分かるんですけど、20ぐらいしか HP 少なくないんですよね。ただ攻撃も同じぐらいなので、鉄のカイナみたいな運用方法もできる子です。なんでレイド用にはもうかなりおすすめですね。ランクマッチでも使えたらいいんですけどね、翡翠の子なのでランクマだとちょっと使えないんですよね。そこが残念かなとは思うんですけどしょうがないですね。ということで今回はね、レイド用に作ってる子です。はい、特防値が214あるっていうことは、結構ね特殊な攻撃系をやってくるポケモンにも耐えながら運用ができるので本当にねおすすめ方です。はい、次です。そう、見てもらうと分かるから一応鉄のカイナ残しておいたんですけど、はい、入れ替えましょう。次はね、原太鼓を遺伝していきましょう。原太鼓ってもともと持ってるポケモンだと、まあ代表的なのだとハリテヤマなんですけど、ハリテヤマが手持ちにいないっていう時でも、ハリテヤマから覚えた原太鼓を入れているポケモンがいればそこからいけます第1遺伝第2遺伝とかって言う方が分かりやすいかなと思うんですけど、ハリテヤマから原太鼓を覚えた、まあ、リザードンからでも次のポケモンに原太鼓遺伝はできるのですごく楽です。間違って持ってるポケモンだったのにポケモンフォーム入れちゃった、また捕まえなきゃっていうのをねやらなくてもいいのがすごく楽ですね。遺伝の方法なんですけど、これ横遺伝っていうやり方になってます。今原太鼓を覚えさせたいガチグマにモノマネハーブを持たせてあります。でこの状態でザングースが原太鼓を覚えているので一緒にピクニックをしたということになっております。これだけです。モノマネハーブそもそも持ってないなっていう方はカラフシティのデリバードポーチに売ってますので行ってみてください。これで原太鼓入れられました。本当にね横遺伝ってすごく簡単なので、技マシンにこの技ないんだよねっていう時には横遺伝で覚えさせられる子にはいけますのでやってみてください。これが一応完成形という形になります。で技の入れ替えで原太鼓の位置上に持ってくるっていうのも後でできますのでね、やってみてください。これで一応技構成は基本の技構成4種類は完了しました。はい、原太鼓とドレインパンチとブシカマシを残した状態で空元気だけいろんなのに変えるっていうやり方で、まあ、持ち物も変えながら私は運用しようと思います。最後は持ち物についてです。はい、空元気を入れてるっていう時には火炎玉が一番いいので、発光シティのデリバードポーチで火炎玉を購入しましょう。火炎玉以外だったら、まあ、命の玉持ちでもねいけると思います。ドレインパッチ持ってるので HP 回復しながらいけるっていうところも考えると運用はねしやすいはずです。はい、で持たせる道具系に関しては道具売り場の方に置いてありますので、気になるものここから買っていきましょう。今回はね火炎玉を持たせる技構成にしちゃってるので火炎玉を持たせておきます。はい、これを持たせれば今回の技構成で必要な持ち物に関しては完了したという感じです。本当にねいろんな持ち物を持たせられる方に一応なってますので、技をね入れ替えしながらいろんな技を持たせて楽しみましょう。私今回2体作ったので一応もう1体はね技構成ちょっと変えて違うように使おうと思ってます。はい、火炎玉です。火炎玉の時は空元気と覚えるといいと思います。ということで今回はぶちかましも覚える根性原太鼓ガチグマの作り方についてご紹介してみました。
はい、もうね原太鼓からのドレインパンチとぶちかましを持ってる段階でガチグマってレイドで最強かもしれないんですよね。まだ運用してないんですけど、この方でまたやってみたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!